ミュンヘン S バーンはドイツのミュンヘンとその近郊に路線を持つ都市近郊鉄道である。1972年ミュンヘンオリンピックの開催に合わせて整備され、1972年5月28日に開業した。一般鉄道と同じ交流15000ボルト16.7ヘルツで電化されている。 ミュンヘンの都心部はミュンヘン中央駅とミュンヘン東駅の間が近く間となっており S20 系統を除く各系統がこの区間に乗り入れている。19世紀末ミュンヘン都市圏にいくつかの通勤列車路線は生じた。列車は大部分三等列車で平均運行速度は時速2 5トルだった。 1900年ロカルバーン株式会社の理事だったテオドル・レヒナーの研究で中央駅東駅区間の連結線の建設概念は公開されてその経路は今のものと似ている。レヒナーの提案には連結線以外にイザルタール駅とミュンヘン北部の鉄道敷設が含まれた。1911年9月バイエルン王国の交通省はミュンヘン東西線のアイディアを出した。 それは、ミュンヘンの都心には地下鉄道を建設し、遠距離線独間には全用線路を追加することだった。しかし翌年の複々線建設はとても高い費用のため実現されなかった。1928年、ヨゼフランクは中央駅をドナースベルガーブリュー景あたりに移転し、遠距離列車も方向転換をせずシティトンネルを通じて運行するように提案した。 しかしその計画は1929年の世界恐慌のため水泡になった。1937年ドイツ国営鉄道はミュンヘン市内のシティトンネルで通勤列車路線を連結することを計画した。シティトンネルの経路は現在の経路とほとんど一致したが、イーザル川で橋梁を建設する違いがあった。カールス広場では南北のトンネルが交差して、 ミュンヘン北部環状線と連結される予定だった。ベルリンの例の見習いで、環状線も計画され、南側には南部環状線を、北側には北部環状線を通じる予定だった。当時ドイツ国営鉄道の代表理事だったユリウス・ドルプミュラーは、計画発表の時、プロジェクトを S バーンの計画と紹介した。S バーン用の観光船、10、20分の運行間隔。 遠距離線路と同じ電力システムなどがその計画に含まれた。エスバーントンネル建設にとって一番良い方法を探すために1938年国営鉄道は南北トンネルの一部へ試験工区を置いた。南北の近く間はシティトンネルとして採択されたが1941年7月戦争のため建設工事が中止された。 南北トンネルの一部の限定広場、全ドリン門区間は、現在地下鉄6号線に活用されている。戦後 S バーンのプロジェクトは行われなかった。1950年代に通勤列車乗客の数えが増やし、1961年毎日11万4300人は通勤列車を利用した。1950年代当時には通勤列車は不便で、 運行間隔は一定でなかった。1954年多種交通手段の計画が着手された。ドイツ連邦鉄道は西側と東側の路線を結び、運行時間を短縮するためには中央駅と東駅のシティトンネルが有利だと見た。それで1959年に4 2トルの東西の地下連結線の導入計画が発表された。 1965年7月エスバーン建設の財務交渉が始まり、交渉の成功でエスバーン路線網の構築は許可された。同年9月16日第一次建設段階の資金調達はコンソーシアム契約で保証された。その契約にはドイツ連邦鉄道とバイエルン州の共通投資が確約された。 1966年4月26日に1972年の夏季オリンピック開催は決定された以後、S バーンの開業は時間的に迫ることになった。1972年までドイツ連邦鉄道は様々な工事を行った。136の停車場の中で115カ所に、乗降場は76センチメートル高さ、210メートル長さで改修された。 S, S バーン車両の留置施設はパージングの西側で、車両基地はシュタインハウゼン区で建設された。1 4 3トルの区間は電化されて、ドナースベルク橋で中央運転指令所が設置された。踏切は立体交差路に置き換えられ、古い駅舎は回収あるいは撤去された。連邦鉄道は新しい420系、電車120本を注文した。 1972年5月28日すべての S バン路線の運用が101本の電車で始まった。翌年には利用客の数えは1日あたり40万人たった。しかし、車両不足のため一部区間は40分間隔となった。S10 及び S22 系統の場合、異例的に電気機関車と制御装置付きの客車が投入された。運行時間は長くて、 S10 の場合30分間隔、S22 の場合60分間隔が可能だった。1972年開業当時の路線は次のようだった。1973年と1974年、ドイツ連邦鉄道は、ロッホハウゼン南方編区間及びミュンヘン東駅、グラフィング区間に S バーン観光線を追加することを決定した。 その目的は観光線と急行線の分離で遠距離列車の運行に支障をきたさないことだった。S5 系統と関わったミュンヘン、ヘルシング線の場合、複線化は10分の廃車間隔のために不可避だった。それで1985年この路線はベスリング駅まで複線で連結された。1976年6月ドナースベルガーブリュッケ、 駅とミュンヘン南部環状線の連結線建設が許可され、260メートル長さのトンネルの工事がすぐ始まった。この連結線を S バーン幹線と合わせるために、ドナースベルガーブルッケ・ハッカーブルッケ区間の立体交差の工事も行われた。そのプロジェクトが完了した後、1八十一年五月、s 十は s 七、s 十二は s 十七として、 改めて運行開始された。420系電車は2つの系統に1983年まで導入された。1988年5月 S バーン観光船は、マイザフハ南方編区間で単線で建設され、S3 系統も延伸された。建設作業は南方編駅の改築のため遅延された。1991年6月ミュンヘン東。 エーバースベルク区間は S5 系統に移管され S4 系統は短縮された。1992年5月からミュンヘン東駅イスマーニング駅区間はミュンヘン空港駅まで延伸され S8 系統は導入された。既存区間は S8 系統に移管され S3 系統は短縮された。1994年4月ダッハウアルトミュンスター線は 非電化のまま U 系統に統合された。628系機動車の導入契約は2ヶ月後締結された。1996年まで90カ所の S バーン停車場で14,600台の駐車場は確保された。1998年11月のイファーンミュンヘン空港線は開通され、S1 列車は空港まで運行される。 1999年ミュンヘン、ローゼンハイム線上の S バーン観光船は、ソーネディンググラフィング間の開通で完結された。2006年当時ミュンヘン市内のミュンヘン地下鉄及び S バーン路線図2003年、10分間隔のプロジェクトの実現過程でもう一つの大型プロジェクトが始まった。パージング・ロイ・ヒテンベルクリング区間に新たな信号システムを設置するのがその内容だった。 それで、シティトンネルは2004年2月まで深夜時間と49の週末に封鎖され、この期間代わりの交通手段は提供された。その上新しい電子式信号扱い所がドナースベルガーブリュッケ近くと東駅に設置された。2004年秋エスバーン幹線に LZB サ・エルカの第二システムが導入された。この信号技術ではすごく緊密な配車でも、 列車運行は可能であり、シティトンネルの容量も高くなった。S2 系統のアルトミュンスター・ダッハウ間は、ミュンヘン S バーンで、唯一の非電化路線として開業した、A 系統を2014年に電化し編入した区間で、ある。S27 系統は2014年に、近郊鉄道のメリディアン鉄道に移管された。ホヘンブルーン駅とベヒターホーフ駅の間で走行する、 S7 の423型電車1972年の開業時に420系電車が導入された。1998年からは423型の導入が開始され、420型は2004年にミュンヘン S バーンでの運用を終了したが、2014年よりシュトットガルトから転属した420型が再導入されている。 A 系統では628系機動車が導入され、2014年の電化に伴う S2 系統への編入まで使用された。ありがとうございます。